本日はあれなんて読むんだろうな、大宝山って読むのかな、それとも大峰山と読んでいいものなのかちょっと分かりませんけど、大宝山、まあ一応大宝山というふうに読ませていただきます。大きな峰の山と書いて大宝山。天候の方がちょっと心配でですね、またパラパラっと来るようであればもうちょっと途中でまあやめて別のところにね、帰るかなっていう感じのつもりの、今日もねいつも通りの、目的のない適当ツーリングということでやっております。はい、よいしょ。はい、もうすぐですね、宗像道の駅あたりですね。いやー山の中気持ちよかったね。やっぱこっちの方はいいね、本当に気持ちいいよ。おー気持ちいい。うわー、なんじゃいこりゃ、こんないい場所がありますか。おほー、はい、というわけでですね、ちょっとねナビがね電波拾ってくれてないみたいで、ちょっとナビがね行方不明というか迷子になってますけども、まあ、大体道はね押さえてましたんで、大体分かりますということで、撮影を再開いたしました。よいしょ、いい場所ですねここ。いやーこんないい場所があるとはっていう感じでございますよ。はい、はい、塩浜口ですね。これをまっすぐでいいのかな。要求がタイムアウトになりましたじゃねえよ、困りますまあいいか、まっすぐいいか。いいっすね。あ、これいいな。距離的にはね、まだ30分ぐらいで来れちゃうらしいんで、あ、30分じゃない。まあ、1時間もかからずに来れちゃうらしいので、ちょっと待ってよ、これ。おっと？待ってください。これ、違う感じがしてきたよ。ちょっとこう止めようか。ちょっとこう止めます。違う感じがするぞ、これ。よいしょ。やっぱさっきの右だ。ちょっと戻りだねこれ。立ちこけなんかしたらないからね。これ思うけどやっぱ忍者だからできるよな。これ左でもいいか。本当はさっきのところちょっと左に行きたかったけど、まあこれでいいでしょう。はーい、よいしょー。汚ねえな汚ねえな、干上がってるじゃん。仕上がってなかったらこれはまあ池みたいな感じなんでしょうけど、あ、これいいかも。うん、この道気持ちいいかも。バイクちょっと山あいを抜けつつね、あ、これ気持ちいいかもしれない。この道、これを右に行くと鯉の浦のあれなんですね。あ、ちょっとこれ見たいな。あれ、あ、ここなんだ、もう入り口。ああ。営業中スピードパーク鯉の浦、ここですね。ちょっといつか来てみたいです。はい、こうライダー来るよ多分。あ、こう気持ちいい道だと思う。なんかいるんじゃないかな、ライダー。あ、ほらいた。よし、どうも。気持ちよさそう。あ、あの人はあれだね、俺の秘蔵スポットって感じだろうね。わかる、ここ。おー、なるほど。これなんだろう、左、海川、海じゃないけど、海ではないでしょうけど、川っぽいっすね。川なのかな。あら、ここは秘蔵だな。これ秘蔵ですね。教えていただいた道ではあるんですが、ちょっと待って、俺それいいけど合ってる、これ行ってる場所。これな、海かい。なんかすごい、これん？ちょっと待って、なんかすごい右に行きたみがあるけど、これ右じゃねえの。あ、だろうね、だろ、ここ右ですよ。書いてるやんちょっと行ったら看板に書いてるやん。はい、というわけでですね、ちょっとシールド曇ってきたんで少し開けますけど、シールドっていうかメガネがね。東郷神社、そう、東郷神社、旧日本軍の東条さんですよね。あの方の祀られた神社と。はい、そうなんですよ。で、僕が今向かっている場所はどんな場所かっていうと、まあ、下調べしたところ、いわゆる、日本海海戦、日本海海戦、昔ね、日本が、ロシアを相手にね、戦った、海戦、
まあ、その、まあ、慰霊碑といいますか、そういう感じの場所みたいなんですよね。おー、怖いね。初めて行くとこが怖い。この辺がおそらく頂上なんで、ここら辺に駐車場らしきものが、あ、ここが東照神社。ちょっとこれちょっと左にちょっと入れますね。あ、これか。これだな。これでした。はい。というわけで到着ですね。大宝山って呼んでいいのか知らないけど。じゃあここでちょっとカメラを付け替えて、それからちょっとバイクを置いてね、頂上まで5分ほど歩くということなんで、ちょっと歩いていきたいなと思います。よいしょ。はい。はい。というわけで、大宝山市、すげえ。うわー、鳥肌立った。まだ上がありますからね、ちょっと行きますけど。これはすごいなぁ。こんにちは。どうも。よいしょ。あ、死ね。はい。ああ、ここだね。ああ、着いた着いた。うーわぁ。着きました。の方がいらっしゃるので、ちょっとね、海側見たいんですが、占領されてるんで。おお、こっちはその不屈の町が見れると。あれが不屈海岸ですね。いやー、もう少し天気がいい日に来ればよかった。で、こちらが日本海海戦記念碑と、元帥がね、祀られてるという感じですね。さっきね、下のね、神社にもね、しっかり祀ってきました。よし。うわー、すごい。よし。ここから、日本海海戦の様子が見えたそうです。日本軍がロシアのバルチック艦隊をね、打ち破ったあの日本海海戦の様子がここから物見台としてね、見れたということで、戦時中はその地元の人もね、ここに登ってきて、まあ、応援していたと、見守ってたというようなお話がね、書いてありました。はい、よいしょ、こんにちは。はい、すいません。よいしょ。沖ノ島。ここの方が良かったな、来るんだったら。これは大砲を模したあれってことで、なんかあの年代の方がこういうとこに来て見られてると、なんかあったのかなと思いますね。いやー、どうすかこれ。あれかな、あれが沖ノ島。沖ノ島はもっと、もっとこっちの、あ、あれか。だから沖ノ島海戦とか言ってやってたわけですから、もうあの辺のね、海で戦ってたわけですよ。我々のご先祖様が日本を守るためにね。感謝しないとね、ダメですよ。素晴らしい。夫婦松沖ノ島、日本列島から朝鮮半島中国大陸へと向かう航路において道しるべとなる島であり。なるほど。いやー、これ晴れた時に来るのも多分すごい綺麗だったと思うんですけど、案外この時間も良かったかも。この時間この天気でも、なんかこう今から
日が沈みますよっていう、ね、なんか草原さといいますか、ありますね。はい、また今度晴れた時のこの大宝山、読み方が最後まで分かりませんでした。姿を見てみたいなと思います。もしかしたら島がね、もっとくっきり見えるんでしょうね。大島があって、沖ノ島。で、オロノ島、どこなんだそれ。あ、あれか。あれですね、オロノ島。で、相島。すごいですね。やっぱ、こうやってこう見える景色に名前があるっていうのは、なんか、すごく素敵なことだと思いますね。はい、じゃあ、ちょっと帰りましょうか。日本を守った英霊様たちがね、祀られているということで、ちょっとね、そのね、調べてるとそういう話があったんで、あ、これ行かなきゃということでね、来てみました。東郷神社と。さっきね、登る前にちょっと、お参りをしてきました。はい、というわけで、今日はですね、東郷公園、なんだ、大宝山自然公園というね、ところに来ました。で、帰ります、これから。いやー、すごいここいい場所ですよ。これ皆さんもぜひ来てほしい。はい、そんな感じでね、ここが大宝山、大宝山自然公園ということで、地元の方はね、東郷公園とおっしゃってるらしい、呼んでるみたいなんですけれども、まあね、そんな感じのところに来ました。雨が降り始めました。あ、これは通り雨っぽいからいいか。うん、はい、というわけでですね、すごくね、いい場所でした。リスナーさんに教えていただいた場所なんですけれども、その中のね、一つにね、早速行けることができてね、とてもね、良かったと思ってます。あ、いい場所だった。こうね、道中もね、なかなかね、気持ちいい道で良かったですよ。うん、はい、そんな感じでございました。はい、じゃあ、そういうわけで、今日は大峰山自然公園、大宝、もう読み方わかんないから東郷公園しましょう。東郷公園というところまでね、来て、東条平八郎元帥の、慰霊碑にね、ちょっとお祈りもしまして、展望台から景色をね、眺めさせていただくというね、ことをさせていただきました。もうめちゃめちゃ良かったです、ここ。なんかね、距離的にもね、そんなに遠くないので、また来たいなと思います。教えてくださったね、今ちょっとお名前してますけど、教えてくださった方、どうもありがとうございました。すごくいい場所でした。他のね、教えていただいた場所にもね、随時ね、ちょっと行ってみようと思ってますので、そのね、様子を動画に撮ってね、行きたいなと思います。はい、以上みそなぎでございました。ご視聴ありがとうございました。早く帰らないと雨がやばそう。バイバイ。